はい、静岡支部の森下愛理です。はい、これ東山さんです。いきなり始まった。はい。はい、体勢はこんな感じです。何が見たいんだろうね、ファンの人は。聞いてもこの素の感じが一番いいんじゃないですかね。全然足んないね。こんな感じです。でも私これ今買おうと思って、マキさんのと一緒のやつ。そう、シールド。本人知らないかもね。意外と多分知らないですよね。これ選手用の、防護具、カタログなんですけど、ちょっとマキさんのに揃えようかなと思って。でも最近いろいろ加工のシールドとか出てません。あれもいいなと思ったんだけど、まあ私は普段はこれ、そのシールド、これ、それこれはね、ミラー、ミラー、シルバ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 ー。これは本当いいんだよ、ね、これいいの。だ、水は入んないよね。水入んないですよね。でもね、雨の日は本当曇るの、自分の息とか。あ、鼻息とは確かに曇っちゃうから、そうなんだ。これ使ってますね。これちょっとね、顔見えちゃうから、顔見えるのは私恥ずかしいんだ。あー、わかります。鼻とかもあって、真剣なの見られちゃう。恥ずかしい。これはこれはナイター。ナイター用かパープル。パープル。これはもう、あ、全然違う。違う。あ、全然。だから振り外しさないといけないからめんどくさいけど、一層でも絶対ベストな状態。顔見えて嫌だけど曇るようだったらやっぱこっちにする。ミネさんの草天ゼロさん、本番ゼロさん、浜中は、なかったですか。私あれ、あれ、そう、インタビューのにも書いてあったけどさ、5分前に決めた。決めた。決めた。で、え、どうやって決めるのって言ったら、俺は持ってるから切らない。うおすごい。もうその時点でやっぱなんか、すごい緊張するけど、そう、あれが全て、って決めて、そうだから、私減量、マキさんありません、そのカロリー見てし、とかやっちゃいません、なんかやんないですね、ワクワク。あ、そうなんだ。私結構グラムとカロリーめっちゃ見ちゃうんですよ。で、楽しいって。楽しい、楽しくない。 でも結局こっち食べるんですよ。結局こっち食べるんですよ、ね。だってもう忘れられないもん。いや、そう、逆に忘れられなくなっちゃって、この子が忘れられなくなっちゃう。だってまた食べたらこの無駄な感じ食べなくて済むじゃん。っていうか、本当にね、ちゃんと済むね。先週あるあるだよね。でもすごい悩んだ時はある。これも食べたい、これも食べたい、最後の決め手でカロリー見て、あ、なんか軽い方行こうとかはやる。はいはいはい。難しいね。いや、難しくない。ウキウキした方食べるの。はい、おはようございます。おはようございます。マキさんと細川さんとペアの講習会をやってます。もう細川さんは明日出発。明日出発。最近冬鉢多いですか。私も使えるって言われたんだけど、まんまで使えることがない。高さは使うよ、結構。ピッチが使うことがほとんどなかったの。はい、ダイヤとか使えても。けど上のピッチが初めて使えたから、はい、いやー、使い方だね。でも、あれよ、ハピシってゲージは目安、そっからは調節しないと自分で。なんでこのゲージで、そこからどう調整しようってのか分かってないから、ゲージ通りの調整でハマれば当たるよ。外した時に乗れないっていうのは
さん来た。あ、菊さん来ました。撮ってこう。おはようございます。お疲れ様です。撮ってます。あ、おはようございます。あれ、やべえ、給油口がない。あれ、どうしたの。なんか臭いなと思ったの。この状態出してる人いる。今気づいたもん。やばい、これ。今から餃子パーティーやります。油断してます。これ YouTube 多分乗ります。これ YouTube やってんの。どうですか。ちょっと肉っぽい。肉っぽい、ね、美味しい。美味しい。おお、何これ。おお、うん。あ、これ、どうですか。うわ、食べない。餃子と肉まんの中間ぐらい。肉まんの中間。はい、こんな感じで休日過ごしてます。はい、じゃあ餃子パーティー。今からディナーに行きたいと思います。イエーイ。ウェットスーツ来ました。ここから頑張ってきます。はい、おはようございます。ダイビング2日目になります。今週ラストくれることになっています。頑張ります。無事合格しました。イエーイ、やったね。今お昼休憩なので今からランチをしたいと思います。バッカー、美味しそう。ではいただきます。めちゃくちゃ美味しい。山代牛のランプになります。めっちゃ美味しそう。やばい。いただきます。じゃあうま。うん、うわ、美味しい。うわ、めっちゃ美味しそう。ぶっちぶり。はい、沖縄来ております。天気は曇り、今私たちは歩いているので向かい風です。向かい風の約風速5メートルぐらいですかね。はい、でも結構波が強いですね。これは乗りにくそうだ。はい、おはようございます。那覇知ってますか。沖縄にもあのボートレース のお店ができたらしいです。私はちょっと初めてなので入ってみたいと思います。すごいね、いろんな本当に選手たくさん来てる。ボートレースすごいですね。ちゃんとしっかり実際のボートが見てあるっていうのすごくないですか。ボートハンドルでください。ちょっとで、いい今回のデータ。
再生はこんな感じ。はい。あ、おーい。